ということで、さっき見ててくれた人はわかると思うんですけど、今からお昼ご飯を食べたいと思います。ちゃんとね作った、自分で。せーの、じゃーん、パスタです。これは高菜のパスタ、自分で本当に今作った。ママにも美味しそうって言ってもらいました。自分で作った。ちょっと今ねテーブルが近くになくて作りました。ささっと作りました。じゃあもうお腹空いたから食べるね。ちょっと食べます。なんかパスタさ、本当は多分1人前 80g とかじゃん。でもさ、いつも測んなくて適当だからさ、これ何グラムあるの、結構多い気がする。でも細いからな、麺が。ちょっと食べづら。で、ちょっと水入れればよかった。いただきます。あ、やばい、変な音する。この音無理。いただきます。ちょっとうまく巻けなかった。うん、おいしい。ちょっとお箸で食べたいけど、おいしい。写真撮って、食べる前に撮ればよかった。誰かカメラマンさんお願いします。ちょっと汚いけどいいか。美味しい、自分で作ったご飯は美味しいな。チャーハンでもよかったか。このチャーハンでも、味付けはオリーブオイルをまず引いて、その上にニンニクを乗せて、でパスタを入れて、魚を入れて、あとはあとは醤油と、あとなんだっけ、ちょっと待って、醤油と、あと味の素とか、適当って感じ。レシピとかも何も見ないで適当に作った。うん、とても美味しいです。魚はめっちゃ多めに入れた、山盛り入れた。だから結構辛い味のパスタです。めっちゃ量、そんな、どうだろう、でも多いかも。お腹空いちゃうから、
今作った一口でかい。そうなの、めっちゃ言われる。でもなんか一口大きい方が食べ応えがあるんです。だからなんか大きすぎるのは良くないけど、私は口にいっぱい含みたいタイプ。食レポする時とか口にいっぱい含んじゃうと喋れないから、このくらいにする。今日さ、すごい寒いよね。もう朝とか寒くてやだ。冬か、悲しいな。いや嬉しいわ。でも今年本当に秋なかったよね。なんか秋が一番好きなんだけど、今秋か。秋にしちゃ寒いか。これは魚パフェ。魚を使ったパスタを自分で作ってみました。美味しいし簡単なのでおすすめです。魚は赤い袋に入ってる魚を買いました。魚の種類が甘口、辛口、激辛があって、これは辛口。さすがに激辛はちょっとやばそうだし、甘辛はやめた。それが家にないから買ってこないと。このめっちゃいろいろ使える。しかも漬物みたいな感じだから結構日持ちする気がするような、しないような。ママがよく食べてたんだよね、ちっちゃい時。私がちっちゃい時にそれから好きになった。うまっ。
なくなっちゃうよ。魚が余るの。だから最後に魚食べるじゃん。めっちゃ辛いの。こんなにこれ塩分やばそう。まあ気にしない。なんか辛い通り越して舌が痛い。終わっちゃう。私の至福の時間が終わってしまう。悲しい。でも残さず食べましょう。食べました。ごちそうさまでした。辛食しました。美味しかった。皆さんもぜひぜひ作ってみてください。皆さんもお仕事頑張ってください。もうちょっとショールームしよう。どんぐらいで作ったかな。15分ぐらいで作ったかな。何分ぐらいいなくなってましたか。15分ぐらい。これはお水。15分ぐらいかな、消えたのは。
味しかった。お昼ご飯ってみんな何食べてる？なんか仕事がある時はその時のなんかお弁当とか用意されしていただいたものを食べたりするんですけど、普段コンビニとか行ったら何食べてますか？私はお昼は昔はパンとか好きだったけどあんまり食べなくなった麺類になりがち、わかる。おにぎり、おにぎりもね、わかるよ。てか今お昼ご飯なのかもちょっとよくわかんない。変な時間に食べちゃった。まあいっか。今日はチキンカツサンド、え、美味しそう。チキンカツサンド久々にポケモンパン食べた。え、わかる。たまにね、食べたくなるよね。夜はご飯物にしたいから昼は麺かパン類。今日は荻窪吉田カレー辛口大盛り豚中華アチャールにチーズ難しいな。チーズおかか豚汁、カレーとおかか豚汁、豚汁ってこと？ほーん、呪文みたいだね、長くて。チーズおかか豚汁美味しそう。注文するのめっちゃ大変そう。やっほー、ナナちゃん、やっほー。ナナちゃん、お話し会の再販やってるからアピール。あ、そうだね、皆さんお話し会の再販やってるので皆さんぜひ来て、待ってる、来てよ。せっかくお話し会あるんだから、私推しじゃない人もついでに、ついでに、ついでにどうぞ。ナナちゃん見てるとピザ食べたくなってくる。今日ピザ食べてないけどね。チーズおかか豚汁はカレースープです。そうなの、すごい。こんにちは、今日誕生日です。おめでとう、おめでとうございます。お誕生日、誕生日おめでとうございます、おめでとうございます。平日は参加できません。あー、そっか、平日ね、確かに平日は大丈夫ですけど、土日もあるのでぜひぜひ。ぜひです。ナナちゃん、いい表情してるお本当ですか、ウインク。できるよ。たなちゃん、やっほー。ナナシとの話し会になると緊張して話すこと忘れる。大丈夫、でもお話し会だとさ、ほらメモとかしておけるじゃん。握手会だとさ、手ぶらで行かないといけないけどさ、お話し会だったらなんか目の前に紙とか置いておいてもいいからさ、なんか話すこと書いとくとかできますよ。11月3日はいないんだけど、11月23日はいるよね、確か確か確か。
なので皆さんぜひ待ってます。ということで、そろそろランキングを読もう。13位はドラさん、ありがとうございます。12位はホアンさん、ありがとうございます。11位はマグリのアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。10位はケナイアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位はテツナナセ一生推しアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。8位は香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークアナトリドンさん、ありがとうございます。7位は YS73 アットマークイタリア料理大使七瀬さん、ありがとうございます。確かにピザもパスタも好きだ。6位はトワピザさん、ありがとうございます。5位はシンドスケベアットマーク100メートルスケベさん、ありがとうございます。4位はゴロアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はクニアットマーク七瀬のほっぺが好き7レンジャーさん、ありがとうございます。1位は鍋公式アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。じゃあ今度こそ本当にバイバイ。皆さんありがとうございました。また見てくだ、あれ、それではバイバーイ。最後にやります。はい、みんな私をミルフィーユー、バイバーイ。ミルフィーユです。バイバーイ。